いつものオペラアウトラインをご覧いただき誠にありがとうございます。今回は2014年モデルメルセデスベンツ E250 クーペ AMG スポーツパッケージをご紹介させていただきます。まず外装面の状態からですが、外装面特に目立った傷はございません。走行距離2万5000キロ走っておりますが、その走行距離を感じさせない非常に良好な状態を保っております。外装色はオブシディアンブラック、インテリアはブラックレザーの組み合わせとなっております。こちらの E250 クーペですが、 AMG スポーツパッケージが装備されておりますので、よりスタイリッシュかつスポーティーなデザインをお楽しみいただけます。オプションでサンルーフも装備されておりますので、より広々とした室内空間を実現しております。ヘッドライトはフル LED のヘッドライトが装備されておりますので、夜間走行時も安心してお乗りいただけます。エンジンスペックに関しましては、2リッター直四ターボエンジン、馬力は211馬力を誇りますので、ドライバーズカーとしても十分にお楽しみいただけます。アルミホイールは AMG スポーツパッケージ専用18インチのアルミホイールが装備されております。レーダーセーフティーパッケージも装備されておりますので、どなたでも安心してお乗りいただける1台です。続きましてトランクスペースご紹介させていただきます。トランクですね、開けていただきまして、スペースは十分に確保されております。後部座席も倒してお荷物をお積みいただけますし、目立たしおかもなく非常に綺麗な状態を保っております。では続きましてインテリアご紹介させていただきます。シートは専用のスポーツシートが採用されております。運転席は若干の潮かは見られますが、大きな傷汚れとはございませんので、ご安心いただければと思います。ではエンジン始動していきます。ステアリングはスポーツパッケージ専用スポーツステアリングが採用されております。パドルシフトも装備されておりますので、自由自在に変速をお楽しみいただけます。ナビゲーションは純正ハードディスクのナビゲーションが装備されており、もちろんテレビもご視聴いただけますし、バックギア入れていただきますとバックカメラと360度のカメラが装備されております。フロント両席シートヒーター完備されておりますので、冬場でも暖かいドライブをお楽しみいただけます。インテリアのパネルに関しましては、ウッドパネル採用されておりますので、メルセデスベンツらしい高級感をお楽しみいただける1台です。走行モードもスポーツ、エコモード、マニュアルモード切り替えが可能ですし、サスペンションに関しましてもコンフォート、スポーツモード調節が可能になっております。また気になる車内の匂いですが、若干おタバコの匂いが残っております。では今回は2014年モデルメルセデスベンツ E250 クーペ AMG スポーツパッケージをご紹介させていただきました。走行距離2万5000キロ走っておりますが、その走行距離を感じさせない非常に良好な状態を保っております。AMG スポーツパッケージが装備されておりますので、よりスタイリッシュなデザインをお楽しみいただけますし、サンルーフもオプションで装備されておりますので、開放感あふれるドライブをお楽しみいただけます。クーペモデルではありますが、後部座席も十分に確保されておりますので、非常に実用性の高いモデルです。お探しの方はぜひともお早めにご検討いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。